皆さんこんにちは、よしまるです。2020年の3月3日火曜日ですけれども、早速アップデートっていうか来てるんだけど、これまた潰れてますね、画面。これもうどうしちゃったんですか、運営さん。本当に Android 8がね、完全動かなくなったって話したんですけど、まあ嘘でしょって話もあったんだけど、もうだってこれおかしいもん。ちょっとこれスキップして、うわすごい潰れてるよこれえ、これ再起動すると治んのかな。ちょっと一回すいません、再起動いたします。一回ちょっと切ります。はい、今ねアプリ落としたらなんとか治りました。いやでもなんか怖いね、やっぱね。ちゃんとなんかやってんのかな。ちょっともう一個の Android 8の方も怖いんで、後で立ち上げてみますけれども、多分ゲームできない状態じゃないかな。はい、で前回ねちょっと動画ひどかったですね。なんかサトリーって今これ出ないのか、あれサマリーとか思いっきりなんか言ってたし、しかもグングニルのことグンニグルとかなんか言ってて、でその前の動画では一応グングニルって確か言ってたと思うんだよ。なぜか前回の動画でいきなりグンニグルに頭の中になっちゃって、まあ完全ボゲですねあれはね。でね、動画アップしたタイミングで実は気づいたんですよ。あやばこれなんか違うと思って、でもまあほら概要欄で訂正すればいいやみたいな感じで、まあ、そのまま出しちゃったんで、ちょっといろいろメッセージでね、ぐんぐんいるですよとかいただきました。しかもなんかね、バトキンのことをまだバトマスとかね言ってたりとか、ちょっと思いっきりもうネタレベルの動画になっちゃってね。でなんか掲示板でもまた書かれてたんですか、書かれてたみたいで、ネタにされてたみたいで、まあほら良くも悪くもね、動画やってればもうどんなことでも書かれるから、それ別にいいんですよ。どうでもね、よしまるのこと嫌いなやつもいっぱいいるから、別にそういうのは別に叩こうが、別に僕もう星ドラで一本でやっていくぞっていう感じじゃないから、まあどう書かれようがいいんですけど、まあね前回ちょっと面白かったね、自分でも動画見たらサマリーとか言ってるし、誰だよサマリーってみたいなね。そうだからまあもうそんな何もスルーされてるよりは、なんかネタにしてもらってね、まあ、ちょっとでもなんか話題っていうかあれば完全するよりもいいかなぐらいで考えてますけれどもね。はい、まあ今後もいろいろと多分ミスとか間違いめっちゃあると思うんですけど、まあねスルーしてもらえればと思います。まあ突っ込んでくれるんだったらそれはそれでどっか掲示板で書いてもらっても構いませんということで、でこれですよね、ちょっと見てみようかな。体上とかねどうなってっかな。まずこれ欲しい。うん、30、お50も上がんのこれ、すごっ。これ絶対欲しいやつじゃん。会心暴走、会心の一撃と魔力暴走、威力 30% アップ。まあこうなるとね、やっぱりまあ明流ハンマーがまた一個強くなったかな。でも今後わかんないからね、会心特定系の特技ってかなり出てくる可能性があるんで、まあこれヘルムかなり取っておきたい。でもこれやっぱ怖えな、なんとかもう少しかっこよくできなかったかなとは思うけど、もうしゃくれてる感じだもんね横ね、これね。まあ上欲しいね、上っていうか頭欲しいね。必殺の構え、これが問題なんですよね。おっと、戦闘開始時に会心率を 25%。 ああそういうことか、もうこれもう完全もう会心装備としてきてるんだね。これさ、マックスって今って星ドラって会心率って上げていくともうどのぐらい上がるんですかね。 100% 会心はまだいかないのかな。特技のコツ中がスキル減 5% か、ブレス軽減。いやこれ会心率を上げるか、なんかね一部ではなんか補助特技が会心判定になるんじゃないかとか、まあその他もろもろ初手会心判定になるんじゃないかみたいなもありましたけれども、まあ会心判定確定の方が多分皆さんにとってはいいのかなっていう気はしますけれどもね。そしてオーディン下、これはまあそのまんまか。まあ、盾に関してはね、マイティガードね、まあすごいっちゃすごいと思うんですよね。スカラと交わり入っちゃうわけだから、まあただなんか戦闘中にさ、そういうのってみんなでこうバフ上げていく戦い方がほとんどだと思うんで、あくまでこれね守備と呪文耐性上げるためにガード入れるっていう戦い方ってさ、まあ、基本的に星ドラではあまり好まれないと思うんですよ。まあ危険な時にガードっていうのはありだけど、なんかのバフ上げる都度なんかガードガードっていうのもねっていうところはあるのかなと思います。はい、そしてオーディン降臨ね、これが
そう、これも交流とか言ってたしね、前回ね。もうね、昨日の動画はひどかった。本当にね。黄金竜、槍、覚醒使ってますけれども、雷竜降臨でもやっぱね、ちゃんと完璧な状態で打たないとダメージいかなかったりもするんですよ、1200% でもね。そう考えると、まあやっぱ僕もね、これはもう本当ネタ装備だと思っていて、あとね、もう一個考えられるのは、明竜の槍がやっぱりほら強い弱いって結構運営さんも何て言うのかな、読めない部分があると思うんですよね。これどうだと思って出したら思いっきりなんじゃこりゃみたいな言われたりとか、まあそういったことで一旦ここでまあ落としたっていう心理的なやり方なんですけど、そう、これここでその何、一回切りとかにしておけば、まあ明竜槍出した時、まあぐんぐんよりマシみたいなね、まあそういったことは深読みすぎかな。でもかっこいいよね、見た目ね。うん。で、僕欲しいのは頭、そしてこれ欲しいはやっぱ便利だと思いますよ、うん、アトミックダイブ、まあ天下無双と比べられますけれども早い、そしてまあギラーとして使えるってもいいよね、属性付きでばらけますけれども、それは天下無双も一緒でしょう。まあ、あとは本当に5回か7回かっていうね、運次第ですけれどもね、もちろん武闘級上着ていけば、また武闘級上流行るんですかね、これでね。そしてこれもね、アルテマはやっぱね、属性付きよりも、まあ要はギラブレードよりもダメージいかないだろうけど、まあ使ってみたいよね。僕あんまり S いいの持ってないので。で、どんぐらい引こうかなーっていうところなんですけど、まず炊き出し引いて、ステップアップできてくれるからまだいいですよね。来い !2 羽残念。一周はしよっかな。5回だけ引いてみようかな。あ、あと提供割合、これ絶対見ないといけないからね。福引き。二周は多分やんないと思いますね。まあ多分7分の1だと思うんだよな。うん。やっぱそうでしょ。1、2、3、4、5、6、7。ここは予想通りだね。さすがにここでね、変なもん入れてくるっていうのはね、うん、ないと思う。でただこの後の装備は分かんないですけどね。なんかオーディン装備はなんかちゃんとやってくれんじゃないかなと思ってね。まあそれだけの内容かっていうね、話もあるんだけど、全部一緒でしょ。はい、7分の1ということで、まあとりあえず頭も欲しいし、欲しいものが2つ以上あるんで引いていきたいと思います。来い。まあ何があっても最初は2羽だからね、絶対ね。おお、頭ありがとうございます。力プラス50、結構でかいよねこれね。ただやっぱ魔王級っていうかさ、まあ、エンドコンテンツ用としてやっぱり使われることが多いかなね。やっぱ頭ね、ドアチャッカすっごい気に入ってるんですよ。ステップ2、途中も光ってくれてもいいんですよ。来い。止まって。さあ何か。おお、槍。まあ遊べるね。とりあえずどんぐらい火力出るかっていうのは見ていきたいね。かっこいい見た目。あとまあ光ってくれてたらよかったけどね。止まった。探検欲しいな。おし、探検ゲット。これでまあ赤 S ネギラなんとか入れられるかな。でもね、あのダークマターね、結構僕使ってるんだけど、あれね割といいですよ。マトマスで怒って打てば、あれさ、上限200って言ってたけど230ぐらい回復するときあるんだよ、たまにね。びっくりしますけれども。3回目かな。いや、止まった。止まった場合ちょっと置きたいな、時間。来い。よし、止まって。あとは杖か。よし、杖出た。アルテマもゲット。あとネタとしてさ、一応オーディン降臨に座ししてみたいけどね。やりやり。ああ、探検。でも探検嬉しいね。てか防具が頭だけか。まあ一番あの出てきて欲しいものは出たんでね。やっぱね、1回だけって
悲しいよね。めちゃくちゃね。だから覚醒 EX もそのうちあれもね2周回してもいいと思うんですけどね。とりあえずはこれステップ4か。よし。で明竜は11連星5に確定で来ると思うんで、そこで無償で引いちゃいたいと思います。来い。さあ止まった。体上。あとまあ錬金が本当どうなるかですよね。杖。ルミナスドラゴンが錬金来ちゃったら結構痛いですけどね、気持ち的に。よし、ちょっとラストだけ引こうかな。はい。ステップ5ですよね。これでもう終わりにしようと思います。ちょっとね、ネタ的に本当にオーディン降臨に座ししてみたい気もしますけれども。来い。お、すっげえ光った。探検がめっちゃ出たね。残念ながら、グングニルは1本だけになりました。はい。なんだっけ、グンニグル。いや、すごい間違いだね。本当にびっくりしました。はい。ということで、ちょっと出たのを見ていきましょうか。闘技場じゃない。桃屋。まあ、一通り出たかな。装備を見る。そうですね。これが探検がめっちゃ出ちゃいましたけれども、一応欲しいのは全部出たかな。頭も出てるし、そうですね。これが、まあでもやっぱね、超越でもしも命竜槍来たらそっち使うと思うので、これはなんか一本、別に雑誌もね、してまで使わないとは思うんですけれども、まあ、とりあえず急ぎはこれも出たよと。そしてやっぱ頭、これですよね。これが嬉しい。守備力的には82。やっぱこの力50はでかいよね。中で、15とかだっけ？力中ってどっかある？力中っていうのは一律に、まあ、ブルメタとかで見ていけばいいか。15？ すごいね、50。やっぱ頭は、まあ、絶対トトを着たいっていう方かなり今回いると思います。まあ、一番の当たり、じゃあ、多分やる職業とかにもよって違うと思うんですけど、取り急ぎね、多分一番人気が頭かな。まあ普通に単純に数字として強いっていうのがありますよね。だからこれで、オーディン降臨バーンと打ったらどんぐらいダメージいくのかっていうのは見てみたいなって気はしてます。であとはやっぱりゾーリンシェイプ、ちょっとこれで見た方が早いか。汎用スキルはやっぱりね、これは人気ですからね。赤スキルであれ青スキルであれ人気じゃん。やっぱ超ビッグバンとかさ、ああいうのもそうですしね。でこれもね、アルテマは別にそんなに必須とかじゃないと思うんですけれども、まあ便利に使える部分も出てくるかもしれないので、一応まあ持っておくということでね。まあオカンターも大丈夫っていうことですからね。はい、ということで以上、ステップアップ引きました。1周分だけですね。で、まあ、とりあえず、グングニル使ってみて、まあ、オーニュの槍に入れますけれども、もう、めっちゃすごい火力とか、もうこれもう一本あったら世界変わるみたいな話になったら、まあ、追撃の可能性はありますけれども、まあ、あくまで超越来たら、僕そっち使いたいからね。だから、まあ、一本だけでもいいのかな、という感じでしょうか。では、またお会いしましょう。吉丸でした。さよなら。